海と日本。ステイホームウィザシー、お家で海のマスクを作ろう。海を感じる動画が皆さんからたくさん届きました。完成です。つけてくれるかなと。嬉しい。昔牛深に行ったね。今度行かなくね、コロナが落ち着いたら。行きたい。いつか行けるといいね。次はおばあちゃんからお孫さんへの海のマスクです。はい、どうぞ。おばあちゃんからもらったマスクはつけ心地が良くて、魚などの柄が入っていて、とっても可愛くて海に行きたくなりました。番組リポーターのすみれさんも作りましたよ。やっとマスク完成しました。ここに可愛いアマビエちゃんのロゴが入っております。このアマビエちゃんとともにみんなで頑張って乗り切っていきましょう。次は親子で海のマスク作りに挑戦です。手作りマスク完成しました。なんでこの絵を描いたかというと、生き物たちとお魚たちがいる海が